自然にはまだたくさんの謎があります。私たち生物の存在もその一つです。動物や植物を形作っているさまざまな細胞、そこには今なお科学の力が及ばない世界が広がっています。地球上に私たち生物が生まれるためには最初になくてはならなかったという皮膚、皮膚の仕組みの中にもまた自然の神秘を見るような美しいたくさんの謎が隠されているのです。生物はみんな細胞から作られています。細胞は地球上の生物すべての基本単位なのです。これは人の皮膚細胞の分裂です。そしてこれは紫ツユクサのおしべに生えている産毛の細胞分裂です。細胞の種類は違っても分裂の仕方は基本的にはみんな同じなのです。もう一度分裂の様子をよく見てみましょう。分裂する直前になると紐のようなものがはっきり見えてきます。これが染色体です。染色体は DNA と呼ばれている遺伝分子から作られています。紐が2つに分かれました。もう一組全く同じ DNA の複製を作ったのです。こうして細胞は新しい細胞へ遺伝情報を受け渡していきます。 DNA は何十億年もの間こんな風にして細胞から細胞へ伝え続け、そしてやがて植物や動物や人類が地球上に誕生したのです。地球上のすべての生物がはじめ一つの細胞から生まれてきたように、今も私たちはたった一つの細胞から命を授かります。それは卵細胞です。受精後すぐに卵細胞は分割を始め分裂を繰り返します。そしてそれぞれ役割の違う細胞へと分かれていきます。神経になるもの、皮膚になるもの、脳になるもの、こうした変化を細胞の分化と言います。これを決めているのも DNA です。受精後3週間目の卵細胞、まだほんのごま粒ほどの小さな塊の中でもう体を作るすべての要素が揃います。そして受精卵は最初に皮膚と神経を作り始めます。皮膚はどの生物にとっても初めに必要な組織だからです。これは胎児の皮膚断面を見たものです。そしてこれが新生児の皮膚断面。受胎後間もない時期に皮膚はほとんど完成に近いまでになっていることがわかります。肺呼吸が始まるこの瞬間から地球の大気の中で暮らしていけるように、皮膚細胞にはそうしたプログラムがちゃんと組まれているのです。皮膚、脳や神経、心臓や胃などの器官を包み、自然との境界線を作って体の中の細胞を安全に守っているのが皮膚です。皮膚は一体どんな活動をしているのでしょうか。これは実際の皮膚を切り取ったもの。1000分の5ミリという薄さです。これを顕微鏡で見てみることにしましょう。およそ40倍に拡大した皮膚の断面です。表面から表皮、真皮、皮下組織、皮膚はこの3つの層からできています。
皮膚の一番表面、表皮をもっと拡大してみましょう。波状に見えるところから上の部分、ここが表皮。細胞がたくさん詰まっているのがわかります。皮膚の最も外側がどうなっているのか、さらに拡大してみます。私たちがしょっちゅう触ったり見たりしているのがここ、角質層です。普通肌と言っているのはこの角質層のことなのです。わずか 0.01 ミリから 0.03 ミリという薄い層です。もう一度全体をよくご覧ください。表皮とはなんと薄い組織でしょうか。こんなにも薄い層で私たちは守られ生きていくことができるのです。表皮がどんなところか知るためにこんな実験をしてみます。これは今蛍光剤を皮膚に貼っているところです。このまま一晩置いて剥がし、毎日観察することにします。角質層の中に入った蛍光剤は顔を洗っても落ちないのです。こうして紫外線を当てるとどのくらい蛍光剤が皮膚に残っているかがわかります。日ごとに光り方が小さくなっています。14日目にはすっかり消えました。これは角質層が毎日剥がれ落ちていることを示しています。これは皮膚から蒸発する水分量を測っているところです。あまり数値に変化は見られません。今度は角質層を1枚1枚剥がしていき、14枚剥がしたところで水分量を測ります。角質層を剥がした皮膚からは水分がどんどん蒸発していることがわかります。このように角質層には体の中の水分を蒸発させない働きがあるのです。角質層を別の角度から見てみましょう。2つの容器には pH2 という強い塩酸が入っています。右のは切り取った角質層の切片です。左のはゆで卵の白身。これを塩酸の中に入れます。卵も角質片もどちらもタンパク質ですが、性質が違うのです。3時間後、卵の方はすっかり溶けてしまいました。角質層を作っているタンパク質は強い塩酸にも侵されない特別なタンパク質であることがこれでわかります。私たちは海水浴をしたりお風呂に入ったりしても体が溶けてしまうことはありません。反対に体の中の水分が出ていってしまったりしないのもこうした角質層があるからです。また顔にいろいろなものをつけたり塗ったりしてお化粧ができるのも角質層のこうした性質や働きがあるからなのです。この角質層と同じものでできているものに亀の甲羅があります。硬くて厚く柔軟性が全くありません。でも私たちの皮膚は微笑んだり怒ったり泣いたり豊かな表情を作ることができます。手や足をしなやかに優雅に動かすこともできますし、優しい愛撫に心和ませることもできます。柔らかく滑らかで、それでいてバクテリアや病原菌はもちろん水さえも自由に通さない。そうした角質層を皮膚の細胞は長い長い進化の末に完成させているのです。では角質層をもっと詳しく見ていきましょう。皮膚に粘着テープを軽く押し付け剥がすと角質層が1枚取れてきます。それを1000倍に拡大してみます。この一つ一つが一個の細胞、角質細胞です。正常な細胞はこんな風に六角形か五角形をしています。今度は断面から見てみます。
瓦のように積み重なっている一枚一枚が細胞です。しかもそれは細胞とは言っても実は死んだ細胞なのです。そして表面から毎日一枚ずつ剥がれ落ちるようになっています。では角質層がどのようにして作られるのか、細胞の活動を追って見ていくことにしましょう。皮膚の表面から赤やフケとして角質細胞が剥がれ落ちると、それはすぐさま真下にある基底層の細胞へ伝わります。死んでいる細胞がどのようにして情報を伝えるのか、それはまだ分かっていません。角質細胞から剥がれたという情報を受けると、基底細胞は分裂の準備に入ります。血液やリンパ液などから養分を取り込み、次第にエネルギーを蓄えていきます。分裂の瞬間です。分裂して2つになった細胞のうち、1つは上の層へ押し上げられます。1つは次の分裂の準備のために基底層にとどまるのです。ではこの基底層から角質層に至るまでの細胞の様子を見ていくことにしましょう。上の層へ押し出された細胞は分裂はしません。すべてのエネルギーをケラチンというタンパク質を作ることに使います。これはその細胞ですが、この中は実はこんな構造になっているのです。タンパク質を作る器官、油を作る器官など役割がきちんと決まっているのです。まるで工場のようですね。真ん中にあるのは核です。 DNA はここに入っています。細胞核から出てきたのは RNA。 ケラチンを合成するのに必要な暗号をDNA から移し取り、タンパク質を作る工場リボソームに伝える伝令の役目をしています。これを詳しく見てみましょう。紐のようなものが RNA、 茶色の玉がリボソームです。白い糸のようなものが伸びてきました。 RNA の暗号を読み取りながらタンパク質を組み立てているのです。これがケラチンというタンパク質です。やがて何本ものケラチンタンパクは規則正しく寄り合わされ、まるでロープのような硬くて丈夫なケラチンにしていきます。細胞の中に見える白い糸くず、これがケラチンタンパクです。これを実際に電子顕微鏡で見てみます。でき始めのケラチン、ロープのようになったケラチン、細胞の中にぎっしり詰まっているのがわかります。基底細胞が新しい細胞を送り出すのにつれて、上へ上へと押し上げられながらケラチンを作り続けます。はじめは丸かった細胞が押しつぶされたような扁平な形になってきました。この頃から今度は盛んに油を作るようになります。これは油の原料です。袋のような器官へ吸い込まれていきます。ここが油を作る装置なのです。装置の先から出てきたもの、これが油です。油は細胞膜に向かって引き寄せられるように移動していきます。これはそれを電子顕微鏡で見たものです。油の分子が整然と並んでいるのがわかります。この写真は細胞膜の近くに油が集まっているところを捉えたものです。こちらは細胞膜から出かかっている瞬間を捉えた写真です。細胞膜を油は一体どのようにして抜け出るのでしょうか。これは細胞膜の構造を分子で表したものです。上にあるのが細胞膜、下の丸いのが膜に包まれた油です。膜と膜が触れると融合という反応が起こります。
こんな風に溶け合って一つになり、中の油は自然に細胞の外に出されます。そしてこの融合という反応の中に大きな秘密が隠されていたことが分かったのはつい最近のことです。油はここでもう一度変化していたのです。細胞と細胞の間にある油、細胞間脂質セラミドはこうしてようやく完成します。電子顕微鏡で確かめてみましょう。これが今まで細胞が作っていた油、セラミドです。細かな点々、これが油の分子です。油の分子と分子の間に青く見えるのは水。こんな風にセラミドは水を抱えて層状に並びます。皮膚の表面に出てくる皮脂とは全く成分が違う特殊な性質の油なのです。 DNA に従ってケラチンを作り、油を作ってきた細胞たち、いよいよプログラムの最終段階に入りました。表皮の細胞を追い続けてきた科学者たちはこの瞬間をまさに劇的な変貌と語っています。これは崩壊寸前の核を捉えた映像です。白く見えるのが核、壊れかかっています。細胞はケラチンや油を作るのに必要であった核や全ての器官を自ら崩壊させて核質細胞となるのです。そしてここからさらに14日間核質層として私たちを守る役割を果たします。この時重要なのがケラチンでありセラミドです。横に細長いのが細胞です。細胞と細胞の間はセラミドという細胞間脂質で埋められ、私たち人の皮膚に様々な特性を与えてくれているのです。核質層となってからおよそ14日目、基底層で生まれてから数えると28日目、細胞は皮膚の最も外側に出ます。そして私たちの暮らしと付き合います。あるものは赤として剥がれていき、ある時にはバクテリアとともに剥がれ落ちます。こうして皮膚の細胞は28日間の使命を終えるのです。そうです、皮膚は28日という短い周期で毎日新しい細胞と入れ替わっています。しかもそれは私たちが死ぬまで続くのです。この抗体を核化といい、長い長い年月をかけて皮膚はこの緻密で精巧な仕組みを獲得してきたのです。これをご覧ください。核化とはこんな風に細胞が絶えず循環し交代して毎日新しい細胞と入れ替える仕組みなのです。私たちの体の中では皮膚と消化器官の一部だけに見られる素晴らしい再生能力です。核化のサイクルは状況に敏感に反応して変化します。核質細胞が異常に剥がれたり切り傷ができたりするとたちまち早まり、急いで核質層を作ろうとするのです。こうして短時間に核質層となった細胞を見てみましょう。核が残っています。これはケラチンや油を作り終わらないうちに核質層になってしまったことを示しています。核質層としての役割が十分果たせないので、荒れてかぶれやすい皮膚になってしまうのです。また反対に核化のサイクルが長くなることもあります。その一つの例が老化です。年齢とともに傷が治りにくくなるのはこのように核化が遅くなっているからです。こうした皮膚の核質細胞を見てみると細胞の形がわからなくなっています。細かな破片が固まって剥がれているのです。新しい細胞となかなか交代できないので、ケラチンが変化していて、しかもセラミドが不足しているからです。皮膚は毎日新鮮な角質細胞と入れ替わっていれば、そうです、核化が正常に行われていれば
外観からも美しいのです。春、新しい芽が吹き、夏、木々が茂り、秋には葉を落とす。季節が巡るように皮膚の細胞もまた28日という短いサイクルで循環しているのです。人は誰もいつまでも若く美しくありたいと願います。片時も休むことなく続く細胞の精緻で秩序正しく見事なまでに美しい世界、それを一つ一つ解き明かして私たちはもっともっと学びたい。自然のまだ知られないたくさんの謎の中に大きな夢を託して。